はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。まもなく5時ですね。暑くなってきましたね。この日は31度、冷房入ります。ちょっと音しますけどはい、ご容赦ください。行きましょう。日経新聞、昨日6月10日8月10日に出ている記事ですね。都心の中古マンション価格、新築時の3倍に六本木などというタイトルでして、6行読みますね。都心の中古マンションの価格上昇の勢いが止まらない。新築時と比べて3倍を超えた値段で売買される事例が出てきた。大阪でも2倍を超える。世界の主要都市と比べて割安感があることなどから、外国人投資家から引き合いが依然強く、都市部で進む再開発エリア周辺に立つ物件で上昇が目立つ。不動産調査会社東京官邸東京品川が首都圏や関西地区などを対象に築10年程度の中古マンションの平均希望売り出し価格を疫後で10年前に買った価格の3倍になっている新築マンションは確かにあります。ただしですね、その、希望売り出し価格っていうのはだいたい高めに言うんですね。これ1億2000万で売れたらええわと思うところは、1億5000で出したりします1億3000ぐらい出すのは普通ですけども、なんでその売り出し価格って高くなりがちなんですね。で、制約価格との間に乖離があるんです。ところが制約価格というのはですね、あのレインズというですね、その国交省主管のですね、そのサイトがあって、そこに出てるんですけども、それはですね、あの宅地建物取引業の業務にしか使えないわけでしてですね、本来そのレインズの制約価格というのを参考にですね、何かこうしてはいけないわけですね。だから東京官邸みたいな会社もですね、そのレインズのですね、制約価格を事例にレポートを書いてそれを販売するというのは本来はいけないことなんですね。だからですね、制約価格のデータってどこにもないんです。どこにもってあるんですよ。レインズにはあるんですけども、それをですね、皆さんにお伝えすることはできないんですね、簡単に言えば。そういう仕組みになっています。あのね、もう何年前、十何年前にですね、ソニーとですね、ヤフーが組んだかな、ソニー不動産っていう会社がですね、売り主の手数料ゼロの方針を出したですね、取引を大々的に始めたんですけど、もう全部好かれましたなんかね、メディアの、メディアに対するですね、その案内があって、僕もメディアの一人としてですね、発表会に行ってきたんですけど、そもそもこれ無理があんなと思っていたら、やっぱりですね、ほとんど取引ができずに終わってしまいましたね。鳴り物入り始めましたけども、その時にですね、その時サービスに売り主にですね、相場とデータを提供しますっていうのがあったんですよ。で、僕ね、質問したんですよ。どっから取ってきてるんですか、それはって言ったら、むにゃ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 って言って、レイズに決まってて、そんな、いろんなデータを集めましてとかで言ってましたけど、なんですね。だからですね、この売り出し価格っていうのは、制約価格とは乖離があります。だから3倍になってるというのはですね、売り出し価格なんですね。で、正しいですね、一部で、ですね、2012年ぐらいを起点にしてですね、今12年後でしょう。この12年間でですね、3倍に値上がりしたマンションというのはあります。現実にあります。例えばそうでしょうね、東京で言えばですね、12年前のですね、表参道の徒歩10分ぐらいのマンションは新築でもですね、坪単価400万、そこそこぐらいのがあっても不思議はなかったんですね、12年前なら。今、それは1200万になってても全く不思議はないです。千代田区番町あたりだとですね、12年前だと、そうですね、400万ぐらいだったのが、今1200万ぐらいになってても不思議はないです。そんな感じで上がってたりもしますね。ただですね、それはほんの一部の事例であってですね、例えば、ただね、港区だけに限って、港区の山手線内ということに限っては確実に2倍にはなりました、この12年間で。確実に2倍になっても 2.23 倍ぐらいが平均ちゃうかなと
2.5 倍くらいかなにはなっています。で、大阪で2倍とかって書いてありますけど、大阪で2倍なんて稀ですよ。あの梅田のあたりだけですよ。あれが12年前にはどうでしょうね、また200万円台ちょうどなのかなと思いますね、坪田なんか。今500万円以上はしますね、600万ぐらいいってますから。でもあのあたりだけ本町あたりまで行くとですね、12年前にですね、一生懸命230万ぐらいやったのが、今頑張って、300万かなみたいな感じで、上がりはしましたよ、3割か4割。でもそんなもんですよ。大阪の人間、そんな簡単に、こう、値上がりを受け入れません。まあ、そういう、こう、違いがありますね。なんでって言われてね、東京の方が高くなっても買える人がいっぱいいるっていうことなんですよ。大阪というのは、基本的にね、地元の街なんですね。地元の町ってどういうことかって言ったら、住んでる人の大半が大阪生まれなんですよ。なんでですね、そんなにね、こうよそから入ってきた人がいっぱいお金を儲けるというような社会では、町ではないです。もちろんそういう例はありますよ。そういう例はありますけども、地元が主体の町なんですね。ところが東京というのはですね、ニューカマーが主体の町なんですね。ニューカマーが来てお金を儲けるでしょう。そうしたら家買わなあかんでしょう。そうしたら高くとも買うんですよ。いや、儲けた人はね。だから高くても売れるっていうのが東京という街でですね、高いマンションを買うというのはある意味でステータスだったりするんですね。成功の証だったりするわけです。そういうモチベーションがあるんでですね、高くなったマンションもある程度売れやすいというのが東京の街なんですね。まあしかしですね、かなり上がってきましたね、本当にね。それでね、今ね、円高でしょう。今日はやりませんけどもですね、まだ円高に行くだろうという論調が結構日経新聞なんかにもあるんですね。そうなるとどうなるかというとですね、売り圧力が上がります。外国人が売ろうとするんですね。だからもう売ったら儲かるんで利確ができるわけですよ。で、今ですね、主要国の中でですね、まだ不動産価格が崩れていないのは日本だけなんですね。G7 の中でも日本だけですね。カナダはちょっとどうか知りませんけどもですね、カナダその前にバブルになってたのかな。アメリカと同調してればバブルになってたはずですけど、カナダは知りませんけど、他のヨーロッパと日本とアメリカはですね、もう不動産下がり始めてます。まあアメリカは街によってだいぶ違うんですけどね。なんで、日本が下がり始める前に打って逃げようぜという連中が結構いるんですよ。ファンド連中ですけども、あとは中国人個人がですね、とりあえず日本で買っておこうと思って買ったのがですね、値上がりした上に円高になってるわけでしょ。2割3割簡単に抜けるんですよ、彼らは円高と合わせると。この2、3年前に買っていてもね、2割3割コロナ前に買っていたら完全に3割4割抜けるんですよ、円高と合わせて。そうするとですね、うろうろうろうということですね。多分ね、今年後半というかもう後半ですけども、この後ですね、売り物が多くなるんちゃうかなという気はしますね。なぜ中国人はね、動き出したら一斉に動きますからね、示し合わせたわけでもないのにみんなで売るんちゃう、みんな売る売るって売るわけですよ。そういう動きが出てくる可能性はありますね。はい、ということで、この日経新聞の読みかけました中古マンション価格新築時の3倍にというタイトルのアドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。